にちは、ユーノブライティでございます。今回紹介するポルノさんの作品はこちらでございます。コンプリートオクリプス1999-2008 です。はい、PG クリプスセカンドラップの紹介から約10ヶ月以上経ちまして、サードとフォースラップを紹介できる日になって、申し訳ございませんでした。なので、約10ヶ月ぶりに、こちらを紹介いたします。今回は、サードを紹介いたします。セカンドオープニングの、紹介動画は概要欄に貼っておきますので、もしよろしければご覧ください。サードは2004年から2006年までのシングル曲のミュージックビデオが収録されております。こちらに、2004年から2006年までの、ポルノさんがリリースした、作品と、ライブがずらりと書いておりますね。まずはシスターです。白玉さん、脱退後初のシングルですね。続いて黄昏ロマンスです。撮影場所は新杉田劇場でございます。続いてナナナサマーガールです。ネオメロロールは後で簡単に紹介します。 MV の映像は沖縄でライブをした時ですね。続いてドンコールミクレイジーです。ジョバイロも後で簡単に紹介いたします。撮影場所は埼玉スーパーアリーナの駐車場です。地下駐車場ですね。続いて羽馬ライダーです。ライブ定番曲の一つですね。撮影場所は茨城県の飛行場です。続いてワイディングロードです。2人は初めて着ぐるみを着ました。はい、ネオメロドラマティックです。ちなみにポルノさんの MV の中で一番好きです。 CG かっこいいですよね。曲もかっこいいです。続いてロール、ポルノさんは登場しません。最後はジョバイロです。こちらもポルノさんは登場しません。ジョバイロの意味は私踊るという意味で、踊るシーンが多かったですね。はい、サードを紹介いたしました。次回はフォースラップを紹介いたします。それではまた。